2022年8月31日、佐藤修一ライブです。ちょっと今ね、大きなニュースが、ね、飛び込んできました。ミハイル・ゴルバチョフさん、亡くなられましたね。91歳ということで、お悔やみ申し上げます。ゴルバチョフさんですね。ソビエトの大統領ということで。1985年にね、54歳というね、若さで、ソビエトという超大国のリーダーに就かれまして、もう本当にね、当時のソビエトっていうのは、まあアフガニスタンへの侵攻とかで、まあ、非常にこの国はね、傾いてた。うん。まあ経済の方もね、やっぱり、まあいわゆるスターリン主義の、ね、限界っていうのと、そしてまあやっぱアフガニスタン侵攻でやっぱり体力を消耗してたっていうのは、やっぱ私は大きいと思いますけどね。うん。まあそういうこともあって、傾いてる時期にね、若手で指導者になられて、で、まあ民主化というかね、情報公開とか進めてこられて、まあアメリカ、あるいはね、同じスターリン主義国家で、なのに仲が悪かった中国とも、まあうまくね、関係を正常化していく。まあそういう功績はね、非常に大きかったかなというのは思います。ただその、もうちょっとね、ゴルバチョフがね、粘って、ソビエトね、ロシアね、これ、まあ、ソビエトってのはロシアだけじゃありませんかね。ウクライナとかね、ベラルーシとかね、あるいはトルクメニスタン、あるいはいわゆるバルト三国とかね、もう全部含むわけでね、ジョージアとかね。うん、ゴルバチョフがね、粘ってね、そのソフトランディングさせて、まあ、緩やかな連邦制ぐらいの感じとかね、今の EU ぐらいの感じにソフトランディングさせていけば、もうちょっとね、今のロシアとウクライナの戦争なんかも含めてね、混乱はね、起きなかったんじゃないかなというのはね、個人的にはね、やっぱりゴルバチョフに文句を言いたいというか、まあね、粘りきれなかったんだろうけれども、まあ結果はね、後からの結果論ですけどね、ソフトランディングね、させてほしかったなというのはね、思いとしてはね、ありますよね。やっぱりゴルバチョフさんの失脚をね、まあいわゆる泥棒資本主義ですよね。国営企業ね、それこそもう強盗みたいなところがね、奪ってって、財閥じゃっつってね、でね、まあロシアはね、プーチンの権威主義。ね。そしてウクライナはね、形はそうだ、ゼレンスキーなんかを民主主義ですけどね。やっぱりね、結局ロシア同様のね、これ財閥中心政治ですよ。で、ベラルーシ、ね、なんだ、ルカシェンコ大統領、ね、有名ですよね。権威主義で。あるいはカザフスタンとかトルクメニスタンなんかもね、権威主義で。カザフスタンなんかちょっとかなり混乱がありましたよね。なんかやっぱり、なんだかんないってね、冷静に考えるとゴルバチョフ時代のね、まあ後半ぐらいが一番ソビエトの国々にとって民主的だったんじゃねえのかなとね、言わざるを得ませんよね。まあ物はなかったとかね、もうソビエトにね、そういうことはあってもね、まあ民主的だったというのはあると思います。まあゴルバチョフがね、とかね、まああるいはエリツィンかな、それぐらいの時にね、なんかソビエトはね、いきなりそういうね、丸肌の裸のね、資本主義にするんじゃなくてね、なんか昭和のね、日本ぐらいの感じに、ね、こうソフトランディングね、していければね、もうちょっとね、ソビエトというかね、これマシになってたし、ロシアとウクライナの戦争もね、当然起きなかったというふうに、ね、僕は思うけどね。まあしかしね、就任直後ね、1986年のね、このチェルノブイリ原発事故、まあこれが痛かったのかなというのもね、個人的には思ってます。やっぱあれね、ぐずぐずともね、いくらね、抑えてもね、どうしようもない方向、やっぱりね、ソビエト自体ね、遠心力が高まってってね、まあゴルバチョフさん自体がね、民主的な傾向があってもね、やっぱりそのソビエトそのものに対する不信感っていうのがあって、まあその遠心力をね、やっぱり支えきれなかったっていうのはね、あるのかなと思います。で、結局ね、気がついたら、まあ、プーチンの権威主義ということになっちゃったのかなとね。まあ、ちょっとね、日本も似てますよね。民主党政権がね、311に、ね、見舞われたとね、福島原発。で、その後にね、安倍晋三さんにね、政権を奪われてしまったわけですよ。まあ、ゴルバチョフはね、日本の民主党と、ね、それからプーチンをね、安倍晋三と例えればね、
なんかちょっと似てますよね。だからその結局民主化しようとして混乱してしまった。で、しかも原発事故。で、結局何年かして気づいてみたらね、安倍晋三のね、独裁政治になってたっていうね。日本ね。で、そしてプーチンの独裁政治になってるロシア。まあ非常に、ね、似てきてるのかなというのはね、思います。まあ今後のね、まあロシアね、あるいは旧ソビエト、ウクライナなんかのね、状況ね。まあ、ほんとね。ちょっと悲観せざるを得ないっていうかね。やっぱりこの土台の経済のところがね、どうなのかなっていうのは、ね、やっぱり。まあ日本もね、むちゃくちゃになっちゃいましたよね。特に安倍さんの、最後にね、やっぱりね。まあ、ね、日本もね、非常に、ロシアと並んで、やっぱり、そのね、昔ね、結構ね、栄光を持ってた国がね、傾いてたって意味でね、ロシアね、お一緒だしね、ロシアもそうだしね、そして今のね、日本もやっぱり栄光があった国がね、傾いてるっていう意味でね、非常に似てるですね。やっぱり、この、決してね、ロシアとかね、まあ、ウクライナ含めて、旧ソビエトのことをね、他人事というふうにはね、思えてない、ちょっと思えませんね。しかも原発事故も起きてるしね。25年か、経ってね、日本が25年遅れのようなね、そういう道をね、辿ってるんじゃなければいいなとは思いますよね。なんかね、まあ内戦みたいなことでね、日本がね、ならなきゃいいなというのはね、思いますよ、本当に。で、まさかこういう形でね、大昔ね、ロシアとウクライナ、戦争してるなんてね、誰も想像してなかったよね。これ昔の人が見たらこれ内戦やってるっていう風に見えますよ。やっぱり、で、日本だってわかりませんよね。ちゃんとやらんかったらね。なんかうまくね、民主的にまとめていく。で、そういう経済をね、そこそこにね、立て直していくっていうかな。そういうのちゃんとね、真剣に考えてね、いかねえとな。いけねえな、というのはね、思いますね。まあ、とにかくね、ゴルバチョフさんにはね、お悔やみ申し上げたいと思いますしね。まあ、ロシア、ウクライナ、この戦争ね、早くね、一刻も終わってほしいし、一方でね、日本もやっぱり、ああいう混乱の仕方、ちょっと多段しにせんといけんなというのはね、思います。ちょっと状況もいろいろ似てる部分もあるんでね、一緒にね、そういう意味でもね、一緒にまたね、皆さんと一緒に考えてね、行って行動していきたいと思います。今後ともね、またね、よろしくね、お願い申し上げます。ということでね、まあ、ということで、まあ、ちょっとね、今日お悔やみということはね、朝からね、申し上げてね、仕方な、申し訳なかったんですけどもね、ただやっぱこのゴルバチョフさんのね、生きた時代っていうものがね、日本、ソビエトの、まあ、旧ソビエトのね、そういうゴルバチョフさんがね、起きた時代っていうものがね、やっぱり、ね、非常に今のね、日本に、酷似しているっていうこともね、やっぱり頭に入れて、しっかりね、考えて、日本人考えていかにはいけんということをね、まあ、ちょっとくどいようですけど申し上げて、そしてね、今後の予定ですよね。今後の、まあ、佐藤の予定をね、ちょっと、一応、そこに、ね、最後の方にね、書いておきます。くどいようですけれどもね、外線もやっていきますしね、いろんな活動をやっていきます。そしてね、最低限のコストについてね、ほんとくどいようですけどね、皆様のね、ご協力をね、ほんとよろしくね、ふしてお願い申し上げます。またいろんなね、僕も、こういう行動についてもね、一緒にね、やってくださる方を募集しておりますんで、ふしてよろしくお願い申し上げます。ちょっとの時間でも結構ですね。ちょっとの金額でも結構ですね。ご協力いただければね、幸いでございます。それではね、皆さん、また、本日もね、仕事も行ってまいります。それでは失礼いたします。